皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。この橋渡るべからずと書いてあります。サマさんといういかにもという意味。これは簡単だぞ。状況によれば橋を渡るなと看板に書いてあります。これは簡単だぞ。状況証拠によれば橋を渡るなと看板に書いてあります。ということは橋ではなく真ん中を渡ればよい。そうですね、お奉行。むむむむむむ、さすは一休君ですね。この回答は一休君のセッパー、編集部中言い破る、解き伏せること。なんだって？こちらの主張に無理はない。キッチョムは多分適当なことを。キッチョム君の異論を認めます。一休の主張には同意できない。彼は重大なミスを犯しているからだ。何？重大なミスだって？それを証明してみろ、キッチョム。ちち。この縦看板をよく見たまえ。橋ではなく橋だ。つまり漢字で書かれているのだ。無論一休の言うような端っこ橋などではない。ガビーン。じゃあ答えは、特に渡ってくれと言われたわけじゃないからな。渡らなければよい、それだけだ。そんなのインチキじゃないか、お奉行。反論は認めません。この勝負キッチョム側の勝ちです。一休君もトンチ氏を名乗るならトンチで反撃しなさい。お奉行に怒られてしまった。あまり印象を悪くすると打ち首もありうるな。一休君、頑張って。では次のトンチ。この無病の中の虎が出てきて夜な夜な悪さをするのです。そこで得意のトンチでこの虎を退治してくれませんか、お二方。はあ、お奉行の中の虎が出てこれないわけじゃないです。ないじゃないです。出てこれるわけないじゃないですか。困ったぞ。ふっふっふっふ、そもさん。答えは明白だ、お奉行。まずその虎を屏風から出してもらおう。そうすれば私が責任を持って虎を退治してみせよう。ぬ、そうですね。確かにその通り。この勝負、キッチョム君の。どうしよう。このままだと2連敗だ。えい、ママよ。セッパー。キッチョムのトンチにはおかしな点がありません。あう、おかしな点？一休、それを言ってもらおうか。は、それは一体何でしょうかね。しまった。何も考えずにセッパーしてしまった。一休じゃなくて一生の不覚。一休君、くだらないギャグはどうでもいいわ。それよりトンチを発展させるのよ。どうせトンチなんてただのへりくつなんだから。発展か。常識に虎なんか出てくるわけがないけど、お奉行は虎は屏風から出てくると主張してる。慌てない。そうだ、お奉行は虎が屏風から出てくると主張されます。つまり虎の出入りは虎自身が決めている。お殿様やお奉行が虎を出し入れできるはずがない。ぬ。確かに一休君の言う通りですね。ですが、それならどうやって屏風の虎を退治すればいいのか、一休君、答えられますか？それは。屏風ごと檻にでも入れてしまったらどうですか？はは。ナイスアイディア！一休君、それよ！くぬぬぬぬぬぬぬ、その手があったか！ぬぅ、確かにそれならば虎が出てこようが、こまいが関係ないですね。わかりました。この勝負、一休君の勝ちです。とりあえず今回はこの辺で。ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。